息子にフォートナイトをやめてほしくて、プログラミングをしてほしいというと、興味を持って楽しんで、小学生向けのスクラッチというプログラミングを始めています。ただ、夫婦ともども全く詳しくないんですが、プログラミングがどうやって教えていけばいいですか？でもスクラッチで十分じゃないですか？あと、もしそのゲーム好きだとしたら、マイクラとかでモッドを入れるとかもやらせてみてもいいんじゃないですか？そのモッドを入れた後にモッドを改造するにはどうすればいいだろうとかっていうので、そのプログラミングを覚えるっていうのがあるので、僕もプログラマー最初そのゲームのプログラム改造するところから始めたんで。